人類史上最強の男ピロの指示で高校に通っていた花山は、現在ピロには無断で女子校である美女パラダイス女学院に転校していた。兄貴、本当に女子校に通い続けるんですね。あの男が現れるリスクを承知で本当に通い続けるんですね。ああ、俺はあの子たちと卒業する。わかりましたよ。いやー、それにしても彼女欲しいよな。はあ、確かにそろそろ作っとくのもありだよな。まあ俺はどっちでもいいけど、作ろうと思えばいつでも作れるし。でもよ、出会いがねえんだよな。あ、てか熱田の親父さんって女子校で教師やってんだよな。ああ、そうっすよ。じゃあよ、コネで学校遊び行ったりできねえのか。おお、その手があったか。どうなんだよ、熱田。静か、今父さんに電話してます。早い。どうしたことら。仕事中だよ今。あ、ごめんごめん、実は相談があるんだ。相談？俺もっと勉強がしたいんだ。ああ、愛目学園だけでなく他の学校でもっとレベルの高い授業を受けてみたいんだ。ことら、頼む、父さんの働いてる美女パラダイス女学院で一度授業を受けさせてほしいんだ。父さんしかいないんだ。おう、ことら、お前がそこまで言うんだったらクラスのみんなに聞いてみるよ。父さん、ありがとう。待ってよ、男子だったらちゃんとメイクしてきたのに。え、ガチコちゃんもう十分可愛いから大丈夫だって、可愛い、めっちゃ可愛い。やっぱりそうかな。ちょっと男の子たちで私の取り合いにならなきゃいいけどな。確かにガチコちゃんモテちゃうかもね。昨日言っていた体験授業の生徒たち来てるんだよ。はい、今日一日仲良くするように。泣いて。愛目学園から来ました、熱田です。松本です。吉田です。よろしくお願いします。ああ、ちょっとトイレ行ってきます。どうなってやがる。よりによってあいつらが。ああ、ガキ子はな、トイレ行っちゃったけどな。授業始めるぞ。さっきのなんすか、あの化け物みたいなやつ。ああ、それもそうなんだが、なんか見たことあるような気がするんだよな。まあ気のせいじゃないですか。そんなことよりも女子との距離を縮めるために考えましょう、いろいろと。
どうする？なんであいつらが？このままバックれちまうか。いや、でも見てみろ。我ながらよくできた変装だ。今のでバレたってことはありえねえ。この程度の困難を乗り越えられないようじゃ、花から卒業なんて無理じゃねえか。しのいでやるよ。女として乗り切ってやるよ。俺ならできる。よし。先生、すいません、戻りました。ちょっとお腹が痛くて。そうか。大丈夫か？治ったんだったらいいや。はい。会ったことないと思いますけど。え？授業中なんで静かにしてください。ふん。気強い女だな。こういう時は変にコソコソするのがダメだ。強気で乗り切ってやる。よし、じゃあこっから隙あらば女子にアプローチしていこう。はい。とりあえず様子を見ましょう。ガチコンどこ行こうかな。どこ行こう。ちょっと男子、何見てんの。いや、別に。チロチロ見てきてガチキモいんですけど。はぁ？別にお前には興味ねえんだよ。どっか行け。はぁ？じゃあ他の女子に興味あるってわけ？聞いた？あいつらマジ獣じゃん。いや、そういうわけでもなくって。はぁ、それとも何？好きな人には冷たく当たっちゃう的な、そういうガキのやつ。マジキモいんですけど。だからちげえって言ってんだろ。くせえ。なんだあいつ。時々いるよな、ああいうブス。あいつのせいで全部台無しで。いやでもこのままじゃ拉致が開かないっすよ。そうだな。どうすっか。ああいうのと対立するのは良くない。あいつを味方につけよう。そこからみんなと仲良くなるんだ。はい、そうっすね。我慢しろ。そうっす。ちょっといいかな。何？ガキコちゃん、さっきは声荒げちゃってごめんね。はぁ？俺たちはガキコちゃんの言う通り仲良くなりたかっただけなのに素直になれなくて。もしよかったらみんなで話せないかな。やだね。え？私さ、無理なんだよね、あんたたちみたいなダサオたち。左からガリ、次にデブ、一番右はチビ。正直あんたたちは男として見れないのよね。私たちと話したかったらもう少し男あげてきたらどうなの。マジでキモいよ。あのね、私たちはあなたたちと関わる気ないから。変更手伝いちょうだい。
あの女のせいだ。あの女のせいで。はい、たった一度きりのチャンス潰されちまった。俺このままじゃやるせねえよ。おめえらこのまんまやられっぱなしじゃ終われねえよな。はいはい、あの女に復讐するぞ。おい。ああ、今日来てたダサオたちじゃん。てめえのせいで今日一日は台無しになっちまったよ。え？うち何もしてなくない？黙れ。お前を殴らねえとどうにも気が済まねえんだよ。ダサいね。お前、女だからって手加減すると思ってんだろ。お前のことはもう女だと認識してねえからな。思いっきりぶん殴ってやるよ。いいからさ、早くしたら？どこまでも舐めやがって、後悔させてやるよ。弱っ、ガチだせ。え、あの3人が学校に来た？ああ、想定外の事態だったよ。それでバレたんですか？いや、隠しきった。すごい、あんな近しい3人まで。しまいには失礼なこと言うからぶん殴っちまったよ。は？あの3人は兄貴にとって大切な人たちじゃないんですか？いや、それは陰キャの時、花山ガキの時の話だ。ガキ子の時は人格が違うからね。そういうもんなんですか？ああ、そういうもんだ。とにかくあの三人にバレなかったのは助走は完璧だ。久々に飲みっかな。え、いいんすか兄貴？ま、明日は9時から学校だから登校時間加味して8時55分まで行けるな。兄貴、ちょっとどういう計算ですか？うるせえ、お前、底辺かける高さ悪いんだよ。お前、台形っすか？焼肉と寿司どっちがいいっすか？お好み焼きだよ。お好み焼き？ああ、チンコがいい。ちょっと飲みすぎたな。今日は寝て過ごすか。マジレアケースじゃね。まあたまには遅刻もするっしょ。みんなおはよう。今日も一日楽しく行こうね。ねえ、どうしたのみんな。挨拶してるんだから返事してよ。ちょっとみんなどうしたの。私たちいつめんでしょ。ガキ子なのか？髪切っちゃったんだけど似合う？
警察だよこの変態が。兄貴、退学になったってのは本当ですか？酔っ払ってカツラ忘れちまったな。全てが一瞬にして崩れ去った。なりすます身としては一番やっちゃいけないミスだった。あの子たちの精神的ダメージは計り知れないだろうな。兄貴、でももういい頃合いだったんじゃないですか？あ、だって女子校で卒業するなんて無理な話だったんですよね。少しの間でも気分転換になったじゃないですか。もう戻りましょうよ、あなたがいるべき場所に。俺がいるべき場所？聞くまででもないですけど、愛目学園の編入手続き進めてもいいですよね？俺の中ではもう決まってる。兄貴、次はセクシーダイナマイト女学園だ。はあ、そこでは限られた一部のプロポーションを持つ美女しか入れない。あの人のことわかんねえや。ああ、新しい学校も楽しかったぜ。みんなスタイルもいいし、おっぱい大きいし、ケツもいいケツしてたし。ま、ここで卒業まで居座るか。おい、なんでお前は何をやってるんだ？何をやっているかと聞いているんだ。いや別に、今学校が終わって帰ってるところだけど。どこの学校だ？セクシー、あ、セクシーダイナマイト女学園だよ。もうお前は学校に通わなくていい。行くのは地獄だ。